はい、こんにちは、ゴムさんです。カストロールトヨタトムススープラ GT ね、続きやっていきたいと思います。デカールパート3ということになります。今ね、もうやってしまおうかなと思ってね、一個付けかけたんですけど、カメラ回すかなと、一人でねコソコソっとやってるの寂しいんでね、動画撮ってるだけでもだいぶ気分的に違うんでね、ゴムさんね、やっていきたいと思います。4番ね、ここのね、ここの部分の、カラーリングのねやつです。それではね、ここにノリをベタベタじゃないですね、ノリを塗っていきます。そしてここね、塗っていきますよ。これ微妙な位置なんですよね、ここ、この辺かな、この辺かな、このぐらいかな、もうちょっと下ですね、もうちょっと下ですね。ちょっと綿棒ね、水よいしょ、水ね、ちょっとつけていきます。こんな感じで、スッと動くからね、水つけると、もうちょっとつけようか、はい、動きました。もうちょっと、なんでしょうか、もうちょっと後ろね、こんな感じかな。そしてレイズがここギリ、下ギリやから、こんなもんかな。レイズ貼ってからこれやったら位置決まったのかな。あ、でもこれの位置にレイズ合わさんとね、前後があるんでね、ここもうちょっと後ろかな、こう、こんなもんかな。ここの枠がこの角のちょっと下、お名前ね、これがここの上、こんな感じですかね。ちょっと水気取ってね、なじましますというかね、くっつける、くっつくようにね、押さえときます。で、そうですね、これで4番いったので、8番、こう次ね、8番なんですね、8番切ってないんで、8番切っていきます。で、つけていきますね。8番、もうすぐですね、8番はね、こんな感じで切りました。あったと、ね、つけます。そしてこれが6番、次6番ですね、こう6番、これね、6番も切っていきます。ここ、映ってないですか、なんかちょっとあれやな、またこんな感じでこういきますね。はい、そしてこれもね、つけていきます。6番ね、よいしょ。で、レイズ、レイズ何番なんかな、64番、64番ですね。あ、これやな、64番の、左右は対称というか、向き同じやつね。これたまに向き違うやつがあるんでね、レーシングカーとしてはもうほとんど一緒のやつなのかな。なんかまだ違うね、プラモデルというかね、キットでは左右対称じゃなくて、同じ向きじゃなくて、こう逆向きにねなってるやつがたまにあるんでね、まあちょっとだけ注意していきたいと思いますが、はい、8番ね、8番もういけるかな逃げる逃げる、8番が逃げる、よいしょ、よいしょ、こうやね、こうやね、こうね、8番がこうなんのかな、これちょっと微妙やな、あ、こうなんのかな、こうですね、こうですよね、はい。ではね、8番はい、なかなかね、これは想像力っていうのかな、こう、なんていうのかな、向きね、張った時の向きこっちやなっていうのを考えながらいかんとね、合わないですよね。あ、こうか、このね、
で変わるね、すごいですね。うん、精密というかね、知ってますかね、こうちょっと重なりしたらね、ちょうど良くなるという感じですね。こんな感じ。これがドアにかかってないですね。もうちょっと入れていこうか。もうちょっと入れていきましょうか。これこんなもんなんですけどね。よし、もうちょっと入れていこう。そうですね。でこれはこうか、ね、ちょっと穴ちっちゃくなったかな。これレーザーからいいのか。こうやな。もうちょっと下か。こんな感じかな。こんなもんかな。こんな感じですね、はい。ここでね、ずれてるとちょっとね、嫌ですよね。はい。感じでというか、ちょっと見る角度によってはね、微妙に歪んで見えるんでね。これでね、あとソフターね、ちょっとつけておきます、ここね。ちょっと出てきたな、こっち。よし、この中にね、ここも、ちょっと後ろやな、これ。もうちょっと後ろでもええな。これをもうちょっとこうかな。これ難しいですね。これ貼り終えて歪んでたらね、話にならないんでね。こんな感じやな。はい、こんな感じだと思います。これでね、48、もう一個か、6番ね、6番も出来上がってるでしょう。だいぶ時間かかりましたのでね、ここ塗っていきます。こんな感じかな。そしてここね、これはちょっとね、ピンセットで取っていきたいと思います。こんな感じでね、こうかな。細で、もうちょっと、これはなかなかね、やっぱりマスキングしてカラーリングの方が簡単かもしれないですね。こんな感じかな。よし、こんな感じね、はい。これでね、馴染んでいってくれたらね、いいかなと思います。ちょっと水気取ってね、こうキュッと押さえて、このね、この辺が馴染むまでね、感じがわからないですね。もうちょっと後ろにしたかな。
なのでね、もう馴染んでくっついてる頃になるとね、水で動かすの動かしにくいんですよね。これもうちょっと中やな。もうちょっと、行き過ぎ。まあ、この前ね、今ちょうどぐらいのとこ行きましたね、これ。偶然ですけどね。ちょっとな、して。そうやな、やっぱりこれ、ね、このぐらい行っとかんと、ここがね、白が見えちゃうのでね。怖いな。なんか。んで。なんかこれもあんまり後ろ行かんでもええんでね。こんな感じ。よし、できたかな。ここちょっとね、ソフター塗っときます。ここら辺もね。はい、こんな感じです。どうでしょうか。で、ちょっとね、馴染むの待って、水気取っていきたいと思いますが、ちょっとだけね、取っとこうかな。おっと、動いちゃった。今ので動くんか。だいぶ浮いてるんだな。これだいぶ時間かかりますね、ここでね。はい、やっぱりさすが。よし、そしたら次行こう。レーズ切ってるけど、レーズちょっと置いときます。これね、3番ね、いきます。ちょっと目がなんか変な感じの気が、目がよいしょ。で3番つけて、よいしょ、トトトんで7番ね、7番と5番。ね、こんな感じで。5番ちょっと待っとこうかな。7番入れとこうか。いいですね。7番入れとこう。よし。そしたら。これ3番かな。3番もそろそろね、出しといても OK かな。よいしょ。そしたらね、よいしょよいしょばっかり言ってますけども、あんまり一気に行くとね、また馴染ませないのでね、ちょっと馴染ませながら行きましょうかね。まだ完全にくっついてないのでね、丸めんのが丸まらないですね。モールドにね、しっかりこう食いついていくようにね、押さえていきます。こことね、ここ水抜いとこうか。少ない、こんな感じでね、こっちか。水抜くことによってね、モールドに沿っていってくれるということでなるので、よいしょよいしょ。もうちょっと後ろ、何もかな。いい感じ来た、いい感じ来ました。今これはちょっと前ね。よし、そしてここを押さえていこう。キュッキュッとね、ここはね、ちょっと複雑なんで、キュッキュッと押さえてね。
でもうちょっと馴染んできたらね、しっかりと押さえてね、もうちょっと馴染まそうかな。これまでね、でこれもちょっと押しようか。はい、そしたらね、3番ね、こっちが反対側ですね。おっとっと、いいな、のりね、のりをここ。塗りました。そしてあとちょっと待ってくださいね。そしてできますよ。今ちょっと ナンバーのね、あの枠の黒いやつがね絡みついてきたんでちょっと取ってます。今取れないな。これちょっと困ったな。一回水でね、シャバシャバっとやって、この黒いやつ取った。よし、取れました。はい、取れました。よいしょ、できた。ちょっと強引に行きましたけどもね、戻していくというかね、位置決めていきます。もうちょっと後ろね、もう完全に後ろね、ここまでいかんとあかんので、ここかよし、こんな感じかな。で後ろはここ巻き込むぐらいでちょっと余裕を出しておいてね、あんまりやるとここが白く見えるんやな。もうちょっと上、ちょっと待ってくださいね、水やってね、もうちょっと上ね、でもちょっと前か、こういうのがちょっと短いな。こっちしっかりあんねんけどな。なんでかな、あ、これがちょっと後ろすぎるのか。でもうちょっとね、こう上、ちょっと短いの、なんとなくちょっと短い感じがしますけどもね。次ね、次これ、これはこうなり、ちょっとつけていきます。こんな感じね。もうね、一回やってるんでね、反対側でやってるんでね、いや容量を掴んでおります、ここでね。ただね、これがちょっと短いんですよね。こいつもちょっと、もうちょっといくか、こう入れて、こうか、なんやね、もうちょっと前やね、だからこれちょっと上すぎると、上すぎちゃう、前すぎるとね、ここが切れるんですよね。微妙やな。反対側しっかりね、あの、なんていうのやろ、しっかりとあの長さね、かかっとったんやけどな。どういうことかな、これ何かが違うのね。これ以上やりようがないんだがな。よいしょ、もうちょっと前やっとこうか、こうね。でここで諦めたらね、ダメなのでね、しっかりとつけていきます。
映ってないしね。もう20分経ってますね。うわすごいことになってきたな時間が。でここちょっとこう曲がってくれたらちょうどねいけるかなって感じですね。ここソフターでね、ちょいちょいとね、ちょいちょいとやっとこう。してなじませて動かないでちょっとなじんでくれる、あのくっつくまでね動きますよね。とはいえここのシワね伸ばしたいのでね、ここやな、反対側かなりうまいこといったんやけど、これがちょっと厳しい。あ、来たけどな。このね、もしかしたらこの透明の部分が干渉してるのかもしれないですね、こっちのやつは。これちょっと置いといてね。よっと。ちょっと待ってくださいね、切りますのでね。これは R やからちょっとむずいな。映るところで作業しようかね。なかなか映らない。なかなか深いな懐が。もうちょっとこっち。よいしょ。もうちょっとこの辺で映しといてもらおうか。このね、こっちの透明なやつをね、ある程度取ってしまいます。ここまで。そしてね、もう一回チャレンジね。ちょっと。よいと。で、こっちか。よしよしよし。これね、あの、透明の部分当たらなくなったんで、くっついていきましたね。こんな感じね。でもうちょっとこれ後ろね、でこれもうちょっとまあなんかね、こここんなもんかな。よし、これでいいか。これでね、あとこうね、グイッと馴染んでいったら OK ですね。よし、ちょっとここソフトちょこんとやっとこうか。よし、そしてちょっと後ろ、
でこれが。よし、こんな感じですね。はい、そしたらね、反対側レイズ行こうか。よいしょ。よいしょ。ふぅ、ちょっとね。わぁ、もう25分経ってるんですね。ね、36番。49が、で、カーナンバー49ね。カーナンバー違う。デカールナンバー49が、カーナンバー36ね。これ貼っていきましょうか。これが、これも同じ向きね。なので左右反対になるいうことね。これつけとこうか。よいしょ。さすがにね、パート4はないですね。パート4はもうないですよ。さすがにね。35番っていうのが、どこやったんかな。35番が、あれ35番見当たらないな。ああ、あったあった。あ、リアか、リアやな。よし、じゃあね、どっちやったんかな。こっちかな。動かないですね、さすがにね。このままちょっと置いとこう。よいしょ。もうちょっとつけときます。これはやっぱりベタのあれなんでね、なかなか動かないですね。37番のカストロールね。37番が37、38。カストロール、これ番号一緒やねんけどな。36番ね。36番ってカーナンバーが36番ね。これがのりここで、よいしょ。そしてこうね、押さえといて、ここスライドさせてというところでしょうか。で、ここちょっと水打ってね、まっすぐにしていきましょうか。ドアのライン上ので、これのもっと前やね。ここがもっと下、ドアのライン、このライン、ドアのラインのところへんまでね、ついてきて、もうちょっと前か、このままかな。上の緑のここの辺、よし、こんなもんですね。はい、カーナンバーつくとかなりね、雰囲気変わりました。こんな感じね。これまた押さえていきます。これもね、もちろんまたね、馴染ませていきますけど、こっちはもうすんなり馴染んできてるように思いますが、こっちですね、問題は。まだこっち馴染んできてくれてないんでね。いや、まだ動いてますからね。もうちょっとこうしとこうか。こんな感じね。
で、ここあとちょっとまだこんな動くんだな。ちょっと水気を取らなあかん。よし、そうそう、こっち側はあとだから、こっち側はね、まだこれやってない。5番ね、5番もつけとこう。よし、36番まずね、これちょっと出しときます。ちょっとこれ待っときますね。で、5番ね、いきます。その間にちょっとなじませましょうか。これついてない、水ついてない。ちょっとだけつけてね。よしよしよし、いい感じ。今の感じいい感じになりました。ここね、しっかりこうシワ伸ばしていきます。てるね。そしてこれがね、ここキュッとこう、ちょっとこっちか、いいとこ来ましたね。よし、そろったそろった。よし、そろったね。そしたら、何枚だかな、5番、 OK だと思いますのでね、これのりをここちょいちょいとね、のり塗っときます。で、これはもうピンセットでね、ピョンと取って、ここね、こんな感じですね。ここはもうちょっと細くてもいいのかな。でもまあまあこんなもんですね。馴染んでくるとね、もうちょっと下やろうか。よし、このもん、はい、どうでしょうか。そして36個ね、行きましょうか。36番のとこね、塗り貼ります。の部屋貼るじゃない、塗り塗ります。こうね、塗り塗って、よいしょ、スライドもクッとね、ちょっと斜めになってますが、今から合わすのでね、大丈夫ですよ。こうね、ちょいちょいとクッ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 と動かせて、ドア面で、緑もちょっと後ろかな、このままでしょうか。ちょっと上のままでしょうか。ドアのこと上ラインとで、緑、こっちが緑のところにカード、緑のところにカードで、ちょっと上から覗いてみますね。もっちゃい後ろか、もっちゃい後ろですね。よし、こんなもんでしょう。はい、いい感じになってきました。ちょっと斜めになっちゃったな。こう、もうちょっとこう、よしよしよし、こんな感じね。はい、こっちもうちょっと馴染み待ちしますので、こっちね、もうだいぶ馴染んできてるので、そうやな、ちょっとこれを下にやりたいな。どうかな。で、ここキュッキュッとなじませて、だいぶなじみましたね。で、ここキュッキュッと折れてないんでね、この赤いとこ、ここ角折りました。はい、こんなもんです。はい、そしたらね、カストロールつけてるんで、先カストロールいこうか。よいしょ、
できてきました。このラインで、それね、これね、これはもうね、このデカールに、落ちないでね、糊ダーンとね、映ってない、ダーンとね、こんな感じでつけます。そしてここベタ、うわすごい、この今のね、うわ鳥肌もんや。このね、カストロールのね、デカールつけただけでこんなに存在感が出るとはね、すごいな、このカストロールのデカール。うわ、ちょっと待ってください。ちょっと見て。切れたら嫌なんでね。もうちょっと下切ってください。水ちょっと。いい感じね、来ました。もうちょっと下、よしいい感じ、めっちゃよしで、カストロールの C がこのポットっての、でもね、このカストロールのこので番何ていうんかな、この四角いやつね、この緑の四角いやつ、これはこの辺なんですけどね、もうちょっと後ろでもいいかな、これもか、これで四真ん中のラインギリこんなもんよね。はい、でオーバーフェンダーギリね、四こなもんす。おお、すごいカストロールできましたね。これ、このラインだけやったらね、まだちょっとまあかっこいいけど、まあ今もうちょっとやなって感じだけどね、このロゴが入るとね、すごい存在感を増してきました。で、ここのね、水気をね、しっかり抜いとかんと、前回も言いましたけどね、ここ割れる、浮く、めくれるね、よし、こうしっかり押さえて、もうちょっとしたやな、もうちょっと下行ったら全体に下行っちゃうんだけどな、ちょっと水どうも、よいしょと面を拭いて、もうちょっと C 下やな、ちょっと待ってくださいね。ここへ来て C がちょっと上すぎるな、このもんなんかな、ここで折れるんですよね、下にやるとね、もうこんなもんですね。もうちょっと下行きたい気はするんやけどな、こんなもんか、こんなもんやな。これにしたいけど、この T と R が重なっちゃうんでね。よし、これでここね、ソフター塗っときます。しっかりと。よいしょと、こんな感じね。あんまり塗るとね、後で悪影響みたいなの出てくるんですけど、前回やったここのね、ここの部分とここの部分、かなりね、しっかり馴染んできてくれてますよね。で、ここもね、ソフトは少し塗っとこう。後で押さえようね。で、36番もなんかちょっと傾いてみるな。どうもかな。そしたらこのカストロールね、うわ時間がねすごいことになってきてます。はい、塗ったからもういいか、これで。よし、これ反対側というのかな、こっち側はどうなんのかな、あんまりこれ触りたくないな、持つとこなくなってきましたね、だんだん。こ
今度はもうしょうがないですよね。こうですよね。こうね。反対側はカストロール、もうちょっと後ろか、もうちょっと後ろやね。こんな感じですね。できました。これでちょっとね、水気抜いて、なじませます。ここはリベットとかね、いろいろあってなかなかの難所やと思いますね。こんなもんか。 C もちょっと下、今は下、うまいこと来ましたね。こうなりまして、よしよしよし。でここ折れたら、折れたらで折れたらかなね。しっかり伸ばしていこう。もうちょっと上か、もうちょっと上、もうちょっと C 下。よし、こんな感じかな。どうでしょうか。ちょっと待ってくださいね。方向方向がない。これキャー C がもっとキワやな。あ、これそうか。はいはいはい。このね、箱絵のやつと比べるとね、このカストロールの出が若干大きいんですかね。若干大きいみたいな感じですね。はい。で、こうもうちょっとでも下ですね。こうもうちょっと下、こっち。こうです、こう。映ってるかな。で、折れ曲がってくる分、このカストロールが上かな。これ曲がるな。これ伸ばすと C が下へ来るとね、こう伸びてくるんでね、こうね、来ましたね、下へ。かなり来ましたね。よしよしよし、いい感じ。ただこのね、リベットがあるんでね、リベットに影響されてね、ちょっとこう引っかかる。こんな感じですね。よし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 、いい感じ。ここをベッド押さえてね。よし。あとのね、押さえ作業とかはね、まだコムさんやっときますのでね、先にね、ちょっと行きましょうか。レイズね。レイズばっかり言ってますけどね。これね、行きたくてしょうがないですね。このここの透明の四角のところにね、早く行きたいんですけども、なかなかそこまで到達しないというかね、かなりの数あるんでね、やっぱりね、はい、なかなか行かないですね。よいしょ。このポテンザはガラスやったから、リアガラスやね。65万そうやね。よいしょ。これもつけていこう。ちょっとね、向きは同じだったのでね。よし、そしたら45番トヨタ。45番トヨタ。よし、もうちょっと頑張ろう。またまた、クムさん動画長くなりますから、ご了承ください。ね、これに懲りずにね、見てくださいね。で、ね、まだ登録してない、おられない方ね。あと、あれやね、コムさんの動画ね、もっと、範囲広げていかなあかんというかね、見ていただく方の範囲をね、広げていかなあかんと思うんですけどね、そのね、やり方がね、コムさんいまいちよくわかっていないというね。はい。もう、あんまりね、その辺、なんていうのかな。詳しくないというかね、そもそもコムさんのあんまりね、そんなに見ていただけないだろうな思いながらスタートしてるんでね。よいしょ。まだ動かないの。なかなかあれですね、なんか硬いな。今日は、あ、
そうか、今日はねちょっと気温下がるんですよ、冬型になってね。で水温ももちろん、水温そんなに急に下がらないと思うけど、水温ももちろんね気温に応じて下がりますよね。なのでかな、なのでこれ緩みが遅いというかね、な感じがありますね。はい、ありますあると思います。はい、よいしょ、これちょっと水分取って、よいしょ、ね、なじましていきます。せっかく今やったとこね、しっかりとね、浮いてたらまた良くないのでね。はい、そしてね、コムさん動画見ておられる方はね、ほとんどもう竹島さん動画のね視聴者さんということね、もうと思うんですが、もしも竹島さん動画 見ておられない方ね、28日日曜日です、28日の日曜日ね、今のところ予定ね1時からライブスタート、六輪祭りね、六輪祭りのライブスタートです。今のところね、もしか人数増えたらね、六輪祭りのね投稿者さんね、人数増えたらね時間早まると、午前中からやる可能性もあるということなんですが、明日の時点で多分ね、だいたいね時間決まってくるというかね思います。で当日もしかがっつり増えてたらね、もしかしたら突然早くなるかもわからないコムさんそんな勝手に決めてはきませんよね。はい、勝手に決めたわけじゃないですか、予測ですけども、はい、そんな感じの状況です今ね。とにかく28日の日曜日ね、タイレルね六輪祭りね、やりますので、竹島さんのね、チャンネルですよ、竹島智之チャンネルね、ライブやりますので、ライブか六輪祭りねやりますので、ぜひね参加とかね、コメントね入れてもらって、ワイワイとね楽しくやっていけたらと思います。もしかね手持ちもできててね、できてたりとか手持ちで6輪持っておられる方でも多分ねいいと思いますよ、画像送っていただいてね、多分ねそんなにねこんなん作った前から作ったやつあかんでとは言わないと思うんですけどね、もしかあれだね、できるだけ早く画像を送ってねご参加、この動画見て見らご覧なご視聴になられてからではちょっと時間ないかな、の場合はね、ライブ参加というかね、祭りに参加、コメント入れてね、あだこうだ楽しくね、やっていけたらいいんじゃないかとね、竹島さんの性格上いうかね、考え方上ね、それでいいんじゃないかなとコムさん思うんですけどね、勝手にね、これコムさんの見解ですけどね、竹島さん違うというかわからないけどね、もしかしたらね、そんな感じでやっていけると思うんで、ご参加ね、してください。はい、画像でもいいですしね、ライブ参加だけでもいいです、コメント入れてもらってねだけでもいいと思います、十分ね楽しくやっていけると思うのでね。でまあ多分さっきも言いましたけど、竹島さん動画のね視聴者さんばっかりなんでね、多分ねコムさんとこはなんかもう知ってるよっていう話やねんけどね、もしか知らん人ね、竹島さんと知り合ってくださいね、竹島さんと知り合いましょう、でチャンネル登録していただいてね、楽しくワイワイねやっていきたい、いけたらないいかなと思います。で他のねお友達とかねお知り合いの方ね誘ってくださいね、どんどん誘ってね、こんなんあんで見ようよみたいなね誘ってくださいはい、仲間に入れてくださいみんなで楽しくやっていきましょうって感じですかね、はい、まあいろいろありますけどね、いろいろあってもね別にそんなね目くじら立ててしなくてもね、いろいろある中で仲良くやったらいいと思うんですよ、はい、これまたコムさんの見解ですけどね、はい、
なんで目くじら立てた話になってんやろ。あのね、あのいろいろみんなやっぱりね、それ人それぞれ意見あるのでね、意見噛み合わなかったりする場合もありますよね。そんな場合でもね、別にいいじゃないですかね。話あってね、ああやこうやと、そして打ち解けあってね、楽しくね、プラモデル仲間としてね、やっていけたらどうでしょうかと思いますね。で、ね、もうそろそろね、時間もね、やばくなってきてるのでね、ええ加減もこれも動くので、これつけて、そろそろね、あの終わり近づいてきてますが、というかね、だいぶ長いです。あの、このね、デカールのね、会話ね、やっぱりね、時間かかっちゃいますよね。すいません、今ちょっと息止めてたんで喋らなかったですけども、とりあえずギリギリね、上ギリ下ギリ、もうちょい下かな、もうちょい下かな、あ、まあこんなもんやね、こんなもんやね、はいはいはい、もうちょっとこんなもんか、このぐらいかな、はい、できましたね。いい感じになりました。すごいですね、すごい。もうね、もうほとんどカストロールスープだねですよ。あともう細かい、あとこことね、ここ寂しいんですけどね、これパート4やるとあまりにもね、デカールばっかりになっちゃうんでね、こんね、しないと思いますけどね、もしかしたらするかわからない、もしかしたらするかもわからないですけどね、あのさすがにね、パート4までね、デカールってね、うんね、もしかしたらするかもしれないですけどね、あの多分ね、多分もうないと思いますけども、もしかね、ここまで来てやったらね、最後まで、デカール最後まで貼るの見たいと、おっしゃる方ね、おられましたらね、コメントね、入れてください。そしたらね、コムさん、パート4やろうかなって、それまでにね、もう貼っちゃってたらね、ごめんなさいですけどね、パート4をね、多分やると思うので、コメント入った場合はですよ。入らない場合はね、やるのかやらないのかね、今のところ五分五分です。コムさんやるかもしれないですね。はい。よいしょ、ここちょっとこう押さえようか。ね。ということで、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。あ、今、ええ感じでここ折れ曲がりましたね。こう来てたやつ、キュッとね。いい感じでここついてくれると思います、これでね。コムさん、下手を大変限りね。こう、キューッとね、うまく回りますよね、このデカールね。相当精密にできてるんですよ。で、こうついて、まだこのラインもこうありますからね、すごいですよね、この精密さね。はい。ね、はい、何でしたっけ、はい。もうそろそろね、終わっておきたいと思います。最後までね、長らくの間ご視聴ありがとうございました。あとはコムさんまたやっておきますので、はい。まあ、パート4はわかんないですよ、まだ。はい。何便言うね。はい。でね、またね、次回もご視聴になってください。で、ぜひともね、はい。そして、ね、これとね、これ、よろしくお願いします。いいねね。それと、チャンネル登録ね、まだの方と、もしか、新たにね、ご一緒になった方ね、チャンネル登録ね、どうしようかな、押そうかな、こんなんもう押さんでもええやんか、と思うとしたらね、押してください。チャンネル登録ね。はい、よろしくお願いします。ということでね、はい。それでは終わっておきたいと思います。カストロールトヨタスープ、トムススープラ GT でした。お送りしたのはコムさんでした。ではさよなら。途中もしかしたらカットして短くするかわからないですよ。はい、ではさよなら。